和歌山県立和歌山高等女学校は、和歌山県和歌山市に存在した県立の高等女学校。1891年に設立された県内初の高等女学校である。第二次世界大戦後の学生改革により、和歌山県立和歌山中学校と統合し、和歌山県立東院高等学校となった。通称和工女。1888年に、 和歌山高等小学校女子部に付設された、温州家が前身にあたる。1891年、和歌山市立和歌山高等女学校として開校。これをもって、創立とする。高等女学校規定、高等女学校令以前の設立であり、日本で6番目の公立女学校とされる。設立時の校地は、和歌山市七番町。設立時は2年生であったが、 翌1892年には3年生となった。設立時には女子に中等教育が必要であると思われていなかった時代背景もあり、生徒の募集に苦心し十数名の生徒で発足したものの一期生で最後まで学校に残ったのは3名のみであったという。1901年に県に移管されて和歌山県立和歌山高等女学校となる。高知も 港通定北に移転した。現在のアバローム、木の国駐車場南側にあたり、この場所に和歌山高等女学校記念碑が立っている。1921年には5年生、高等女学校となった。1928年に火星専攻下を施設。1945年7月9日の和歌山大空襲により、校舎、行動が全焼。 和歌山市販学校付属小学校や和歌山県立和歌山工業学校の校舎で授業を続けたが1948年の学生改革で廃校となった。ありがとうございます。